アンドレア・デッラ・バッレは、イタリアの実業家。セリエフィオレンティーナの会長。デッラ・バッレ家は、革靴の高級ブランド、トート、S グループを経営する大富豪で、現在は、アンドレアと兄のディエゴ・デッラ・バッレとの、相当体制である。2002年、フィオレンティーナの破産を受けて新たに設立された、フロレンティア・ビオラの経験を買い取り、セリエ C2 から、 クラブの再建を引き受けることとなった。2003年には、再建者の手に渡ったフィオレンティーナの商標を買い戻し、現在のアッコフフィオレンティーナが誕生。2004年12月には、ヒット株主として、フィオレンティーナ会長に就任。2005からレロックシーズンには、監督にチェーザレ・プランデッリ、SD にパンタレオ・コルビーノを招聘して、本格的再建に乗り出した。 チームは4位に躍進し UEFA チャンピオンズリーグへの出場権を獲得。ところが2006年に発覚したカルチョスキャンダルへの関与が明らかになると3年間の活動禁止が言い渡されクラブも重いペナルティを課された。しかしペナルティを課されたフィオレンティーナは2シーズン連続で高成績を収め2008から09シーズンにはチャンピオンズリーグ出場を果たすなど クラブ再建は順調に進められている。ありがとうございます。